てなわけでね。いやー、姫こんにちは。うん、姫こんにちは。なんなのら、どうなのよ。ならはもう捨てるのらでしょ。ならはもう捨てるのらでしょ、姫よ。え、あれ、なんかノラって今まで、あれ、誰も禁止でしょ、これ。あの、ここから終わりの挨拶、ここからもう始まってるのら。もう当たり前って、これ、ここから終わりの挨拶までは全部、あの、姫森さんとして話していただいてもいいべこですか。あの、こんにちは。では、ルーナは…ルーナは、ルーナは、あ、私になるのか。そうってことよ、姫森さん。私として。そうでした。はい。そうでした。そう。私の名前は姫森さんです。これからは姫森さんと呼んでください。姫のそのキャラもちょっと可愛いペコだな、普通に。ありがとうございます、うさださん。楽しかったです、うさださん。うさださんじゃないよ、ペコペコらでいいペコやっても。お疲れ様でしたね、あの姫森さん。とても楽しかったですね。私もとても充実した時間を送れました。なるほど、コメントにもあったペコだけど、ボーカロイドみたいになってるペコ、姫は。そういうことか。でも本当にね、ありがとうペコ。なんか、うん、めっちゃ楽しかった。本当にたくさん笑わせていただきました。いや、もうアイドルイド、ボーカロイドになってるペコ。またね、いつでも姫、あの、勝ちたいなって思ったらいつでも勝負しに来ていいペコだからね。待ってるペコだから、いつでもペコらは。そうですね、とてもいい勝負を送れました。5対5ですからね。いや、5対1000万ぐらいの3ペコですけど、まあ、まあ、今回は負けを認めましょう。